日本の春といえば咲き乱れる花の錦のようなイメージが浮かんできます。今年は松江で初めての日本の春を迎えて、多くの可愛らしい花と実際に出会って本当に素晴らしい経験でした。公園などに行くと、人々は家族や友達と一緒に桜の木の下でお弁当を食べながらお花見をしているのをよく見かけました。こういうシーンはおそらくもう日本人の記憶には欠かせない部分になっているでしょう。美しく咲き乱れる桜を見て高揚する気持ちを抑えきれず、私も早速先生と一緒に安来市の古墳公園に行ってお花見をしました。人の足跡の少ないところでしたが、遠くまで中海も見えるし、雰囲気は本当に良かったです。この時桜の魅力をしみじみ感じました。その満開の時の美しさと生き生きとした姿、そして命があまりにも短いのでその一瞬で散ってしまう名残惜しさも、桜が日本人に好かれている理由でしょう。私の母国中国では子どもの日は6月1日、この1日間だけですが、日本では女の子と男の子の祝日を分けているし、飾りもそれぞれやや長い期間に飾ります。実に面白いお祝いの日であると思います。今年は金美術館でひな人形の展示を見ました。棚の上に立派な人形がたくさん並んでいて、いずれも色彩が華やかで、作りがとても丁寧で、細部まで手が込んでいて、まるで生きているように見える姿です。貴族をイメージした人形もあれば、武将、子供、歌姫などもあって、種類が実に多いです。そして、5月5日の端午の節句になると、人々はお家の庭に鯉のぼりをあげます。吹き流し、お父さんを象徴する黒色、お母さんを象徴する赤色、家に何人かの男の子がいれば、何枚かの青色の鯉のぼりをあげます。きちんととした庭がない家でも、それぞれの家庭では小さな鯉のぼりをあげるなど、行事の習慣を一生懸命実行しているようです。日本ではこの2つの祝日は、ただ祭りの雰囲気を楽しむだけでなく、子供を大切に思いやり、子供の成長と健康を祈るイベントとも考えられます。中国では普通は茶の葉をお湯に入れて飲みますが、日本に来てここでは抹茶が人々に好かれるということに初めて気づきました。ここでも再び中日の文化の差を感じました。島根県の人々は特に抹茶が好きで、消費量は日本一だそうです。県内のメーカーである若草も抹茶を使っているようです。そればかりか、羊羹、団子、どら焼き、せんべいなどの和菓子や、パフェ、ドーナツ、ケーキ、チョコレート、クッキー、カステラなどの洋菓子にもよく抹茶が使われています。さらに抹茶のアイスや抹茶の飲み物もスーパーやコンビニなどでよく見かけます。日常生活でよく探してみると、抹茶で作られている食べ物は数えきれないほど多く驚きました。
日本人は本当に抹茶に愛着があるのですね。以上の3つは私が日本に来てから見たものの中で一番印象深かったものです。今後も日本の面白さをさらに見出したいと思います。